FM トヨタ株式会社は愛知県豊田市及び三好市の各一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。ラジオラベットの愛称でコミュニティ放送をしている。ケーブルテレビ局ひまわりネットワークが筆頭株主で送信書もひまわりネットワーク本社屋上にある。ひまわりネットワークの地上デジタル 12CH データ放送。 テレビでラジオ、デジタル 126CH、生活情報チャンネルの副音声サービスで再送信している。スマートフォンアプリ FM、ストリーミングサービスサイマルラジオを利用すれば、全国から聴取が可能である。聴取可能世帯数は、豊田市、三好市のほか、岡崎市、安城市、刈谷市、東郷町、日清市などの各一部の30万世帯。 株主は、ひまわりネットワーク以外に、トヨタ自動車、トヨタ市、三菱 UFJ 銀行、トヨタ信用金庫、三好市、ジップ FM など、エリア向け生活情報番組をはじめ、音楽、バラエティ番組を中心とした番組編成。自社制作番組は主に朝7時から夜22時の間に放送。 自社制作番組のない時間帯には主にミュージックバードのコミュニティ FM チャンネルを放送している。2021年4月現在。ありがとうございます。